手のひらの郵便局始まる。もっと近くにもっと便利にこんな夜でもどこにいてもあなたの一番そばにある手のひらの郵便局。全国24000局の郵便局とつながってる手のひらの郵便局。この手のひらの郵便局あなたの手にもほら進化するぬくもり日本郵政グループ。すいません、はい、あ、すごい、はい、はい、お願いします、おざいます。よろしくお願いします。可愛い。可愛いんですよ。ちょっと今後いろんな動きをするんで、それに合わせて、趣里さんの声とかも、きっとこういう時に声をいただくことになると思います。可愛い。飛びそう。嬉しい。そう。めっちゃ可愛い。手のひらの郵便局編撮影始めていきます。趣里さんです。趣里です、お願いします。ありがとうございます。本番。よーい。音楽。チチチ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 チ。全国24000局の郵便局とつながってる手のひらの郵便局。この手のひらの郵便局、あなたの手にもほら。よーい、音楽。チッチッチ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 チ。全国24000局の郵便局とつながってる手のひらの郵便局。この手のひらの郵便局、あなたの手にもほら。そう、ちょうどいた。チチチ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 チ。でもダンサーさんすごいですよね。こうもうこういう人いますよ。でもなってます。チチチ。チチチ。はい。よーい。スタート。あなたの手にもほら。全国24000局の郵便局とつながってる手のひらの郵便局。この手のひらの郵便局、あなたの手にもほら。声は私が担当です。もう本当に皆さん温かくてとってもいい雰囲気の中で撮影ができてすっごく楽しかったです。はい、ちょっとお歌の方が難しいかなと思ったこともあったんですけど、はい、楽しくできました。結構たまに鳥に似てるって言われることがあります。っていうのを思い出したりとかしてましたけど、でもなんかその監督もおっしゃってたんですけど、そのキャラクターの表情がちょっと何を考えているかわからない、なんかすごく深い魅力がある鳥の表情だったので、自然体というか、なんかそんなに作り込まない方がいいのかなっていうのは考えてました。こう映像の雰囲気がすごく素敵なので、はい、身を委ねていったらいいなって思いました。何でも大丈夫みたいなはい、結構もうなんですかね、すごく精神的にも肉体的にも今までもその去年以前も例えばそうですね、踊りをやってた時とかは鍛えられてたなと思うこともあったんですけど、より鍛えられたかなと思います。この年になって改めて鍛え直されました精神面も肉体面も、はい。挑戦したいことはちゃんと自分の中でオフを作るっていうのがやっぱり大事かなと去年通して思ったので、こうオンオフを作るっていうのを挑戦しようかなと思います。私は結構一個のことがあると結構こうそれにこう向かっていくばっかりになるので、ちょっと肩の力を抜いてっていう時間を意識的に作ろうかなと思うので、ハワイに飛んでいきたいですそうですね、作品が終わったりするとやっぱりお手紙とかいただくと本当に頑張ってよかったなとか、もう本当なんだろう、こちらがありがとうございますという気持ちになるんですけど、毎回子役さんからいただくお手紙とかは本当に嬉しくて、なんですかね、去年も赤ちゃんの役のお母さんたちがもうなんかこう赤ちゃんの写真と一緒にこう寄せ書きみたいなのをくれて、すごく温かい気持ちになって、なんか愛おしいというか、はい、また会いたいなという気持ちに毎回なりますね、子役さんと触れ合った後は。はい、友人とのおしゃべりの時間結構あんまり意外って言われるんですけど、結構喋るんですよ普段おしゃべりというか、何かあったら喋りたいなと思うタイプなので、やっぱりそういう時間がやってくるとなんかホッとするというか、安心するのと、あと私おせんべいが好きで、おせんべいとかなんかお菓子が好きで。おせんべいとかこうグミとかがカバンに入ってると安心します。皆さんこんにちは。郵政グループの新 CM に出演させていただきました朱里です、今回の CM ではですね、新しくなった郵政グループを象徴する3色の鳥のキャラクターの声と CM ナレーションを担当させていただきました。郵便局でそんなことできるんだと私自身びっくりしたんですけれども、実は進化している郵便局の進化するぬくもりを感じていただける CM になっているかと思います。ぜひご覧ください。手のひらの郵便局始まる。全国24000局の郵便局とつながってる手のひらの郵便局、この手のひらの郵便局、あなたの手にもほら日本郵政グループ。